はい、こんにちは、ガサガサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はねお休みで朝なんですけどね、最近ねなかなか魚に出会えなくて、今日はとりあえず当てずっぽうで、山の方に来ました。岐阜県に来てから初めて山に近づきました。で今日は、昼ぐらいまでですね、午前中この山の方からだんだんね家に帰る形でいいとこあったら、ガサガサとかしてみたいなと思って、とりあえず山に来たんで、ここにねなんかちょっとね小さい溝があるんで、今からね、ガサガサをしてみたいと思います。本当に当てずっぽうです。やってみます。暗くて見えないね。何にも分からん。お、いきなり来た。いきなり来たよ。あれ？出て出て出て。赤原イモリだね。あんまりね、詳しく知らないんだけどね。イモリです。赤原イモリです。久しぶりに触ったけど、かわいいね。よし。もう一匹いるね。え、もう一匹イモリです。イモリがいっぱい入った。に、三、三か。はい、イモリが3匹。なか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 難しいよね、ここはね。よいしょ。こっちもイモリ、よいしょ。で、イモリ。イモリばっかりやね。まあ、そんなもんか。ザリガニとイモリ。そしてイモリ。イモリとイモリ。イモリばっかりだな。すいません、これしかいないね。いないね。うわ、もうイモリが動いてるよ。いっぱいいるな、イモリ。すんごいよね。あ、もう入った。イモリが2匹。はい。もう何も死んでも、イモリいっぱい歩いてるね。これもイモリやね。あれもイモリやね。はい、ということで、岐阜県に来てね、最初のガサガサ、こんなね小さい、速攻だったんですけども、取れたのが赤原イモリでした。魚やったらよかったんですけどね。まあ、でも最初からね、魚いる水路を選べればね、魚やったんですけども、たまたまスタートしたところがね、ここで、
取れたのがアカハライモリということで、記念すべき生き物かなと思います。実はこのアカハライモリね、僕は神奈川県出身で生まれなんで、まあ、もちろん家の近所にねこのアカハライモリなんて生息してないんですね。なので、小学生の頃なんかはねすっごい憧れでね、まあ、本でしか見たことない。でたまにね1年に1回ね、どっか行った時にねなんかショップだとかねお寺のお祭りの時とかかな、そういう時に、これを見てねうわーイモリだみたいなね思った思い出があるんですね。なので結構ね憧れの生き物ではあったんで、それがねこうして、まあ、滋賀県のねガサガサフィッシングでも、何度か多分撮って紹介してるんですけども、まあ、今回も含めて、今ね落ち着いて、子供の頃思いを起こすと、密かにね憧れてた生き物なんだなっていうのをちょっと再確認しながらね今日、網でねすくってたんですけども、とにかく、僕にとっては思い出の生き物でもありますね。ただし、あんまりねこの大人になってからの期間ね、このイモリ系とか両生爬虫類ねは、まあ、僕はあんまりね興味を自分でも示さなかったんでそんなにね詳しくないんですけどね、ただ、思い出の生き物だということですね。はい、で多分僕と同じようにね、例えば、まあ、大きな町ですねに住んでる人とかなかなかねこう言ってここには確かにいっぱいいるんだけどもそう簡単には出会えねえよって人はねやっぱりいると思います。で反対に、うちの近所にいっぱいおるよって人もねいると思うんですけども、同じね日本に住んでてもこんだけね、自分の生活する、場所とかねそのスタイルによって生き物とねこう出会える出会いにくいっていうのは、ね、あるんだなっていうのはね、まあ、もちろんそうなんですけども、そういったことからも、まあ、このイモリに限らずね、それぞれ生き物もたくさんいるんで、またね出会える生き物出会いにくい生き物ね、いる皆さんそれぞれあると思います。でもその中でね自分が今いるところで、どんな生き物がいるのかまずそれをね徹底的にこう、追求してみるってねすごくいいことだと思うんで、でも普通種しかいねえよとかね、言う人もいるかと思います。でもそれは関係ないと思ってて、どんなにレアだろうがね普通種だろうがまずはねその生き物のねことをたくさん知ってみる、どんな状況なのかってねこう自分で、現場でね触ってみて、やっていくことで、だんだんね、それがいきなり例えばレアな魚とかね取った時、地方へ行って、思わぬ魚が入った時とかねそういう時の対応力全然違うと思うんで、そういうね、時にのためにもまずは自分の生活している県内で、とことん、やってみるというのが僕は、とても大事だと思います。はい、ということでここはね本当にね、土壌もヨシノボリもいなかったんでちょっとね、想定外なんですけどもね。まあでも赤マヘライモリということで、ちょっとね昔を思い出しました。ちょっとねだらだら喋ったんですけども、とにかく動画はね使える部分が少ないんでこうやって喋ってるんですけどもね、とにかく、今日はまず第一本目は、これにしようかなと思います。なんやイモリかよってね思うかもしれないけど、その、まあ、今回の中にもね、自分なりの、メッセージを込めた、一本になってんじゃないかなと思います。でまたね今回喋った内容ももちろんもうそれをね通り越してね、その先行ってるガサガサガサの人もたくさんいると思います。ただ、初めてね見てもらった人には、そうやっていろんなね物の考え方ですね、生き物を追っていく時にね少ない場所でも、十分技術は学べるし、知識も学べる知ってもらいたいなと思います。偉そうなこと言っちゃってすいません。でもね僕は、この何十年生き物を追いかけてきて、本当にそれを、ね、実感してるんで、どんなところであろうと、何しかいないとこ、恋しかいねえよってそれでもいいじゃないかと、だったら恋をとことん、追い求めてみようと、ボラしかいない川なんだ、だったら
ったらもらうとことんやってみなって、そしたら1年間を続いてもらうもね、意外とものすごいね、いろんな生活してるんじゃないかなと思うんでね、その辺も追い求めてもらえるといろんなことが分かってくると思います。だだ喋っちゃったけど、今日はこんな感じです。ということで今日は最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた。よし、いやマジでだらだら喋っちゃったな。こっちだね、こっちいっぱいだもんね。よいしょ、いやもう足が痛い、寒いね、寒い、やっとガタガタ道具を使ったよ。それではまた。